はい、どうもアンドリューでーす。今日はですね、日本ではあまり知られていない洋楽の名曲を紹介していきたいと思います。まずなぜこの動画を作ったかと言いますと、洋楽が好きでもない限り洋楽の情報はテレビや映画などでしか入ってこないので、偏ったものとなってしまい、それではもったいないと思ったからでございます。例えばですね、テレビではクリスマスとなるとマライア・キャリーの All I Want for Christmas is You や WAM のラストクリスマスなど、だいたい毎回、同じ曲が、使われてしまうといった具合ですかね。特にマライア・キャリーのこのね、All I Want for Christmas is You や WAM のラストクリスマスを否定するというわけではないのですが、例えばって感じですね。テレビで使われる曲は大体一緒だってちょっと分かっていただけるための、例でございます。では今日紹介しますのが、ブルース・スプリングスティーンのこの Born to Run に収録されていますジャングルランドという曲になります。まずブルース・スプリングスティーンというアーティストを知らない方のために、軽くご紹介させていただきたいと思います。アメリカのロックミュージシャンです。ロックミュージシャンでありシンガーソングライターでありますね。1970年代からプロとして活動を開始しました。日本で一番有名な曲は、アメリカでもちょっと、世界的にかどうかちょっとわからないんですが、一番有名な曲は1984年発表の、Born in the USA ではないかと思います。どういう曲かというと、音痴ながらちょっと歌わせていただきますと、サビが、Born in the USA, I was Born in the USA ですね。すいません。失礼しました。それからですね、あと1985年発表のチャリティーソング We Are the World でソロパートを2度担当しています。これはすごいことなんですよ。この We Are the World という曲はマイケル・ジャクソン、すいません、神々ですね、マイケル・ジャクソン、レイ・チャールズ、スティービー・ワンダー、ボブ・ディラン、シンディ・ローパーなど、そうそうたるシンガーが参加した、曲なんですよね。それで2度もソロパートを担当したということは、やっぱり実力が評価されてのことだと思います。そして1999年にロックの殿堂入りを果たしています。ざっと軽く説明しますとこんな感じでございます。それでこのジャングルランドという曲の何が、すごいかと言いますと、ブルース・スプリングスティーンの歌声とか、演奏とかではないんですが、間奏のサックスでのソロパートがものすごく心に響くんですよね。で、この、サックスのソロパートを、担当したのが、クラレンス・クレモンズという、方ですね。この方残念ながら2011年に、脳卒中の合併症で亡くなられてしまっているんですよね。改めて、ご冥福を、お祈りさせていただきたいと思います。現在はこのクラレンス・クレモンズの甥であるジェイク・クレモンズがサポートメンバーとして加わり活動を継続しています。ちょっとこのサックスパートをちょっと自分のね歌声ではちょっと表現できないんですが、何がいいかと言いますと、今までというかこのソロに入る前の演奏が賑やかだったのに対していきなり静まり返って、すごいセンチメンタルなサックスプレイになるんですよね。
それが非常にですね、なんか心を打たれるというか、もう本当、まあ自分はあんまサックスの音楽ってあんま聞いたことないんですけど、まあ自分が聞いた中ではもう本当、サックスソロの最高峰かなと、思っております。まあちょっとこれ、あとはちょっと自分、あとですね、このアルバムとは別にこのライブの DVD 自分買ったんですけど、これ2000年のニューヨークのマジソンスクエアガーデンで行われたライブを収録した DVD なんですが、いやこれのこのね、ジャングルランドなんですけど非常に感動しますね。これもちょっとね、できたら見ていただきたいかなって感じですね。まあ、今日はこんなところですかね。まあ、ぜひ、ご視聴いただければ、まあ、ありがたい。ありがたい。まあ、自分的には何の得もないんですけど、まあ、ご視聴されることを、お勧めいたします。ご視聴ありがとうございました。